ビガラス作戦は第二次世界大戦における地中海攻防戦において1942年6月中旬に連合国軍が実施したマルタへの増援輸送作戦。地中海戦域においてハイファとポートサイドからマルタ島への補給船団を送り届ける作戦の一つ。数軸国軍の擁撃により本船団は大損害を受けた。 本作戦と同時に実施されたハープルン作戦も成功したとは言えず一連の輸送作戦は連合国軍の敗北で終わった。ギリシャ攻防戦の末に1941年5月末にクレタ島が陥落すると地中海におけるマルタ島の重要性はますます高まった。このイギリス領マルタが地中海戦線と北アフリカ戦線の命運を握ることになった。 1942年に入ると、数軸国空軍によるマルタへの空襲は激化し、数軸側による北アフリカへの補給をほとんど妨害できなくなった。また、マルタへの連合国軍補給船団も、空襲や U ボートの襲撃、さらにイタリア水上艦隊の妨害でうまく行かず、マルタのイギリス軍や市民は、物資や燃料不足に苦しんだ。数軸側は、 空挺作戦によるマルタ攻略を検討しており、ヘラクレス作戦と呼ばれていた。アドルフ・ヒトラー相当の躊躇によって、ヘラクレス作戦の実施は7月中旬以降に延期されていたが、もし発動されれば、マルタの陥落は免れない。すでにマルタの補給状況は限界に達し、現地では降伏も視野に入っていた。連合国がマルタを救うには、 大規模補給作戦を実施するしかなかった。連合国軍は航空母艦を利用してマルタに戦闘機を空輸しており、一連の輸送作戦はクラブランと呼ばれていた。5月上旬のバウリー作戦ではイギリス海軍の空母イーグルとアメリカ海軍の空母アスプがマルタに60機のスピットファイアを届けた。スピットファイアはドイツ空軍のメッサーシュミットや爆撃機を撃退し、 数軸側に制空権を握らせなかった。ただし、マルタの海上基地としての機能は失われ、ケッセルリンク空軍減水は5月10日にマルタ空襲作戦の終了を宣言している。ドイツ空軍の主力部隊は、ロンメル将軍を支援するため、北アフリカ戦線に転戦した。5月中旬、地中海艦隊の新司令長官として、サーヘンリー・ハーウッド提督が着任した。 ハーウッド提督のもとで6月に2つの輸送作戦が同時に実施された。一つは本作戦で地中海艦隊に護衛された連合軍輸送船団はアレキサンドリアからマルタへ向かう。ジブラルタルからマルタに向かう輸送作戦はハープーンと命名され H 部隊が担当した。H 部隊が実施するハープーン作戦には旧式ながら空母2隻が参加するが、 地中海艦隊にもはや空母は存在しなかった。地中海艦隊が実施するビガラス作戦は基地航空隊と潜水艦の活用で乗り切ることにした。沈没するネスタービガラス作戦のためイギリスの地中海艦隊はインド洋から増援を受けた。4隻のオーストラリア駆逐艦ノーマン、ネーピア、ネスター、ニザムなどの艦艇が戦団護衛のために ケニアのキリンディニから、ハイファイ送られた。また本輸送船団が航行中に、クレタ島やリビアの数軸軍飛行場に対して、アルビミン作戦が実施され、ある程度の戦果を上げた。ビガラス作戦の船団と、その後衛は6月12日に、ハイファとポートサイドから出港し、6月13日に飛ぶ、ルク沖で、フィリップ・バイアン少将が率いる。 軽巡洋艦7隻と駆逐艦17隻からなる A 部隊と合流した。護衛部隊は合計で、軽巡洋艦8隻、駆逐艦22隻と、コルベットや、総海艇そして旧式戦艦センチュリオンであった。海軍休日時代に武装が撤去されて、標的艦として運用されていたセンチュリオンは、対戦突入とともに、対空砲が搭載されて、 防空砲台の役目も果たせるようになった。前年12月にアレクサンドリア港攻撃で主力戦艦2隻が撃破されたため地中海艦隊には戦団護衛に使える戦艦がなかった。そこで閉塞船やお取り船として使用されていたセンチュリオンを現役の戦艦のように見せかけて運用することにした。センチュリオンは キング・ジョージ5世級戦艦のアンソンに噴し、各種の陽動作戦に投入される。本作戦においては、おとりとして、航空攻撃を引きつけることを期待されていた。ビガラス戦団のアレクサンドリア出港直後から、数軸国軍による攻撃が始まった。6月12日の空襲で、小船一隻が損傷しとブルクへ向かった。さらに、 機関の故障でトブルクに向かった商船が空襲で沈められた。6月14日までに空襲によって2隻が失われ、2隻が損傷していた。その日の夕方、イギリス側は新鋭船艦2隻、従順洋艦2隻、軽巡洋艦2隻及び駆逐艦多数からなるイタリア王国海軍の水上艦隊がターラントから戦断攻撃に出撃したことを知った。 これは、英空軍のメリーランド爆撃機の偵察によって、もたらされた情報だった。ビガラス作戦中、5度の反転が行われた。6月15日未明、イタリア艦隊を回避するため地中海艦隊の命令により、第1回目の反転が行われ、戦団部隊は東に向かった。この間、リビアから出撃した。 ドイツの魚雷艇 S ボートによる攻撃が闇夜の中で行われる。軽樹二楼間ニューカッスルが S-56 の攻撃で損傷し、駆逐艦ヘイスティが S-55 に撃沈された。7時頃、船団部隊は再び進路をマルタに向けた。この時、イタリア艦隊はビガラス船団から北西200マイルの場所にあった。15日朝、 B-24 リベレーターや、ボーファイターなどが新衛戦艦2隻を機関とする、イタリア艦隊を攻撃し、異戦艦、リットリオに損傷を与え、従順洋艦トレントを撃破する。そこに、イギリス軍の潜水艦複数隻がやってきた。このうち A 潜水艦アンブラがトレントを雷撃して、撃沈した。また、マルタのイギリス空軍機が帰闘途中のイタリア艦隊を、 攻撃し、ウェリントンが雷撃により、リットリを損傷させた。イタリア艦隊の動向や偵察結果により、ビガラス戦団部隊は進撃と反転を繰り返した。15日の9時40分と正午に3度目と4度目の反転が行われた。午後、クレタ島南方でドイツ空軍機の空襲を受け、軽巡洋艦バーミンガムが損傷。 駆逐艦エアデールが大破して処分された。15日18時頃には、船団部隊の船は6隻まで減少していた。この時、船団は、クレタ島の南西沖を航行していた。ここで、駆逐艦ネスターが、航空攻撃による、資金弾で、航行不能となった。ネスターは、駆逐艦ジャベリンに栄光されたが、翌日になり処分された。旅重なる、 対空戦闘により、戦団部隊は弾薬の減少が深刻になった。15日夕方、作戦中止が決定され、戦団部隊はアレクサンドリアへ引き返した。その途中、6月16日に、軽巡洋艦ハーマイオニーが、クレタ島南方で、ドイツ潜水艦 U-205 の雷撃によって、撃沈された。ビガラス作戦では、 商船は一隻もマルタに到達できなかった。すなわち数軸国の勝利であり、連合国の敗北であった。そして、軽巡洋艦一隻駆逐艦三隻商船二隻が失われた。さらに、巡洋艦三隻駆逐艦一隻コルベット一隻が損傷した。一方、数軸国側も重巡洋艦一隻を失い、戦艦リットリオが損傷したが、 ビガラス船団を撃退し、ハープーン船団の到達商船も2隻に過ぎなかった。総合すると、ビガラス船団とハープーン船団合計17隻のうち到着したのは2隻のみという結末である。マルタの補給状態は相変わらず危機的状況だった。イギリス首相、ウィンストン・チャーチル卿は、海軍は、 決して、マルタを見捨ててなならないとの決意を表明し、イギリス海軍は、ジブラルタルからマルタを目指す、ペデスタル作戦を計画した。北アフリカの西部砂漠戦線では、ロンメル将軍のドイツアフリカ軍団がガザラの戦いで勝利し、6月中旬に、リビア東部の要港トブルクを占領した。数軸軍がエジプト国境に迫ったので、 イギリス地中海艦隊はアレクサンドリア撤退の準備を開始する。この過程で、軽巡大道などに護衛されて撤退中の潜水母艦メドウェイがドイツ潜水艦 U-372 に撃沈され大量の予備魚雷や機材が失われる。イギリス海軍の苦境はますますひどくなった。だが、ロンメルの攻勢もエルアラメインで停止し、 敵味方双方が決戦に備えた。ありがとうございます。